司カ府は、朝鮮において、高来から、李氏朝鮮にかけて存在した、政府機関。自制の論評、管理の急察、法教、風俗の強制、縁そもそもの解決、また、警告大典では、乱り偽の禁止などに関する業務を干渉する。995年に、御師台として設置されたが、1298年に、宗主国のもとにより、高来の、 全館は名称を格下げされ、師台も司県府に改称した。以後、元による頻繁な完成変動によって名称を改められたが、1369年に司県府の名称が定着し、朝鮮末期まで続く。1392年、中枢院の南に設置され、1894年の交互改革によって司会院と共に、 偽政府所属の土殺員に改編された。まず時政においては、公文館、司会員と共に議論し、これらの官がを、大官や三史と呼んだ。また政治活動は、広司県、衆議、手のひら礼自閉が行い、偽政府の大臣や六層の藩所が出席する、朝、刑や、常さんに参加し、王の講義でもある、教務しや、書務しにも参加した。 司県府自体の救察の面では、高麗時代には、全管理に対して違法行為の場合、官職の剥奪ができたが、朝鮮時代には、中央の管理の違法行為の場合、官職の剥奪が5品以下に固定された。そのため、全管理に対して救察を行う場合は、係争、半寸府と共に処理した。これらの漢画をまとめて、三奉師と呼んだ。また観察は、 中央の官が地方に派遣され、全官がの監督をした。従って、監察は外勤が多く、出勤した時、自閉が業務命令を行った。監察は業務部屋の監察棒で働いていた。また部屋は内房と外房に分けられ、内房には監察の代表である帽子一人と有志二人がおり、外房では残りの監察が業務をしていた。 このように、偽政府、六層、小政院、公文官、司坂院と共に、国家の中枢を担ったが、大層治世中に、広塚佐賢の申し制が大層への報告なしに、喜び抵抗手の無この長内林を拷問して、免職になったように、取り調べ過程で拷問に関与する幹部であり、法統政治や勢い同政治の土台になり、三死も後に、偽政府、 六層の権限を制限するなどして様々な弊害が起こる。ありがとうございます。